日本から近い人気の旅行先、台湾。一歩路地を入れば、そこは食の宝庫で溢れていました。歴史と食が交差する美食の国、台湾で食べ歩きの旅。今回は高雄と台南から食べる台湾をお届けします。おはようございます、台湾高雄の朝でございます、僕自身ね久々の台湾で、楽しいんですけども、今から、朝ごはんを食べに行こうと思います。さあやってきたのは台湾の街でよく見かける食事どころなんですけど、こちらの女性が盛り付けてるもの、これ何だと思います？そばのような、えのきのような、そうです、台湾のソウルフード、メンシェンなんです。台湾の朝はメンシェンで始まることが多々あります。ちょっと甘いね。そうです、カツオベースのとろみ汁はちょっと甘めの味付けなんです。これ何だろう、これゴロッとした具材、それは豚肉だったんです。お店によってはモツなどのホルモンが具材となるところがあるそうです。美味しいね、朝にぴったり、優しい味です。さあ今度はお昼ご飯にぴったり、ダンダンハンバーガーにやってきました。このダンダンハンバーガー、今台湾の若者を中心にとっても人気がありまして、台北にはないチェーン店なんでね、高雄で食べてみます。注文したのは評判がとってもいいフライドチキンバーガーとメンシェンのセットです。でかいねこれ。そうなんです、このフライドチキンとってもボリュームがあって、中はジューシー、外はサクサク、本当に美味しいんです。もう何度も言いますけど、中はジューシー、外はサクサク、本当に美味しくてね、これを食べると日本のあの有名なチキン屋とかね、もう食べれないですよ。さあ今度は朝も食べたメンシェンをいただきます。台湾を旅するとこのメンシェンと関わることが多いんです。ファーストフードのメンシェンもとっても美味しくいただきました。高雄に来たら誰しもが一度は訪れると言っても過言ではない場所に来ました。さあやってきたのは台湾屈指のパワースポット、龍虎島、ね、龍から入って虎から出る、ね、間違えないようにしないとね。そう、これ何を意味しているかというと、龍は好奇で善良、そして虎は凶暴で悪を意味しているので、龍から入って虎から出ると今までの役や罪をね払ってくれるという、そういう風に伝えられております。さあこの塔ですね、ビルの6階や7階建て相当ね、上まで登れるんですけどね、このように上に登ると絶景です。旅先で見る夕日は格別ですからね。さあ今度は地上へ降りて虎の口から出ると、これね何とも言えない気分でね、結構楽しいですよ。さあこれにて無事に役も落として今までの罪を完全に払うことができましたかもね。さあ今度は夕ご飯を食べに港へやってきました。船に乗って対岸の島へ向かいます。乗船時間は5、6分ぐらいなんでね、ショートトリップ、船の旅です。さあ目当ての店は海鮮居酒屋です。今回はね一人旅じゃなくてね、友達も一緒なんでね、こういうとこ入れるんです。もちろん高雄の海鮮が目当てです。さて注文は店先で食材と調理方法を伝えるだけ、うん、といってもね中国語ができないとちょっとハードル高いんですけどね。メニューは台湾人の友達にお任せしました。まずは空心菜、それからカキフライ、そしてエビ、やっぱりね海鮮エビ食べないと。エビ
そしてもう一つ魚、これね、シシャモです。それからやっぱりカニ食べないとね、海鮮といえばカニでしょう。ほら、どうです、この豪華海鮮料理の数々。これね、一人旅じゃ、ね、無理ですからね。ここはね、いきなり海鮮に行かず、まずはね、中華料理の定番空心菜、そしてそこにご飯をぶち込んで、空心菜とご飯のハーモニーですよ。そこからのシシャモに行くわけです。これね、噛むでしょう、サクッとしてね、結構美味しいんですよ。うまい、これ小餅にしたの。そうなんです、まさかの小餅でね、これね、塩分が結構効いてるんで、ご飯との、ね、相性がね、とっても良かったです。今度はエビ、エビですよ、まあ、これね、味付けはね、ちょっとね、エビマヨみたいな感じでね、これもね、ご飯と相性良かったですよ。今度はカニ、カニですよ、カニいきます。もう海鮮といえばカニですから、ちょっとね、これね、まあ身がね、取りづらいんでね、食べにくいんでね、もうガブッとね、そのまま直接食べちゃったりしますけどもね。まあ味付けはちょっとね、スパイシーな味付けでした。でもね、やっぱり僕のお気に入りはね、このね、小餅ししゃも、これがね、サクサクで美味しかったです。そうそうそう、このお店ですね、ご飯がね、食べ放題なんですよ。これやばいですよ、もう太っちゃいます。そしてね、ビールも飲みます。ご飯を食べ終わったらビールで流し込むと、あー幸せですよ、これちょっと気持ちよくなってきちゃった。大変満足です、幸せです、お粗末様でした。さて、今度は高尾観光の拠点美麗島駅にやってきました。この美麗島駅、世界で最も美しい地下鉄駅の第2位に選ばれた過去もありまして、何が美しいってもう分かりますね、このステンドグラスなんです。ドーム型のステンドグラスは直径30メートル、面積は660平方メートルもあってね、結構大きなね、ドームなんですよ。これは圧巻ですよ。幻想的な光のドーム、これには癒されました。そんな美麗島駅のすぐそばにあるのが高尾で最大の夜市、6号夜市です。なんとこの6号夜市ね、100個以上の屋台がね、軒を連ねているそうなんですけどね、まあ歩くでしょ、右を見ても左を見ても前を見ても後ろを見ても屋台屋台屋台でね、飽きないんです。そんな数多くの屋台の中から僕の目当てはフルーツの屋台です。僕はね、台湾に行くでしょう、そうするとね、フルーツ必ず食べるんです。そしてビールで乾杯、甘いフルーツをおつまみにビールを飲むのがね、僕大好きなんです。ほら見てください、今回購入したパイナップルとメロン、もう見るからに甘そうって感じでしょ。本当にね、食べるとね、これ本当に甘いんですよ。台湾の甘いフルーツを食べてね、ビールを飲むと、もう自然に笑みがこぼれてしまうんです。本当に楽しい夜でした。さて、台湾でよく見かけるこの手のお店、これね、台湾の国民的料理で、特に夜食で人気なんそうです。ほら見てください、豊富な食材が揃ってるんですね。食材一つ一つの品はですね、とってもリーズナブルな価格で、これらの品を丸ごとね、揚げちゃうんです。そして味付けはね、スパイシーな味付けにするんで、ビールとの相性がね、とっても良かったです。これ夜食にバッチリ。はい、おはようございます。本当に何にもしてないね、のんびりとした、高尾の旅をしているんですけども、ちょっと台南の方に行ってみたいと思います。さあ、電車に乗ること約30分、台南の町へやってきました。台湾、台南の夜でございます。今夜は台南でね、有名な海鮮居酒屋、麺酒っていうね、ところに来ております。さあ、台南の夜は海鮮居酒屋でスタートします。このお店、台南で一番人気の海鮮居酒屋で、メニューはなくて注文はね、やっぱり食材を選んで調理方法を伝えるというね、ちょっと観光客にはハードルが高いんですけどね、注文した料理はすぐその場でさばいてくれるんです。おさむと申します。2番おさむくん、なつこちゃん、ね、今回はちょっとしたご縁からね、4人で居酒屋に来ています。これはたくさん食べれます、嬉しいですね。飲みたかったんです、このビール。そうなんです、この台湾ビール、普通
通の台湾ビールとちょっと違って賞味期限が18日間しか持たないフレッシュなビールなんです。あ、このビールうまいよ。ちょっと違う。そうなんです。フルーティーだけど甘みはなくて軽い口当たりでした。さあ、ここで料理を紹介したいと思います。こちら牡蠣、揚げパンと一緒に食べるんです。そしてね、これね、台湾のキムチとかね、エビロールも食べます。そしてね、貝も頼むでしょ。それからイカフライ、これ美味しいです。そしてね、ビーフ、それから豚の軟骨、これね、生姜と一緒に炒めてあります。この麺新という海鮮居酒屋、台南に訪れたらね、一度は必ず行った方がいいと思います。人気の秘密が分かりましたよ。もうどの食材、どの料理を食べてもね、本当に美味しくてね、箸が休まることがなかったんです。こんなに多くの料理を口にすることができるのは本当にみんなのおかげです。一人旅にはない良さですよね。そしてそして、こんだけ食べて飲んでも一人約1600円ぐらいでした。安い。さて、海鮮居酒屋を後にするとお寺のお祭りに出会いました。何やら厳かな雰囲気が漂ってるんですけど、これ何だと思います？これ芝居じゃなくて神様が乗り移ってるそうなんです。なんだか貴重なものをね、見ることができました。さあ、とっても活気のある台南の朝を歩きます。すると目にする牛肉の文字、右を見ても左を見ても牛肉の文字、これには理由がありまして、台湾牛は台南で作られてるんです。ということで、台南の朝は牛肉で始まります。もちろん注文したのは牛肉スープ、牛肉湯と書いてね、ニューロウタンと呼ぶらしいです。食べ方はもちろんそのままでもいいですし、ちょっと甘めのタレにつけて生姜と一緒に食べるのもありです。スープもすごい、なんかもう効いてるだけ。そうなんです、牛肉本来の旨みがそのままスープに出ていまして、朝からこういうものを食べるとね、本当に幸せな気持ちになれました。さあ、もう一軒行っちゃいましょう。朝からはしごです。というわけで、今度の目当ての料理はバーワンという料理です。こちらのバーワン、でんぷんの粉で肉を包んで蒸したものなんですね。ちなみに台北や台中だと揚げるそうなんですけど、台南や高雄だと蒸すそうなんです。味の方はとっても濃いめで食べ応えがありました。そして魚肉のスープもいただきました。こちらのね、魚のつみれがゴロッと入ったスープ、薄味でとっても優しい口当たりでした。台南の朝は牛肉スープとバーワン、これに限ると思います。さて、台南の街をちょっと見てみましょう。まずは台南孔子廟、台湾で最も古い孔子廟なんですけど、僕が訪れた時本殿がね、ちょっと改装中で見ることができませんでした。これはちょっと残念。そんな孔子廟の向かいのエリアはおしゃれスポットになっていまして、多くのカフェがありました。さあ、続いては国立台湾文学館。とっても重厚感のある建物は日本統治時代に作られたそうで、台湾で最も歴史のある博物館なんだそうです。さあ、続いては石棺楼というね、オランダ人によってかつて築城された場所にやってきました。建物の中には昔の手書きの教科書なんかあったりして、結構見応えがありましたよ。さあ、続いてはシェンノンジェという通りに来ました。どうです、このノスタルジックな雰囲気。この通りは今台南で一番ホットなスポットなんです。築200年の家々はカフェやバー、そしてアパレルショップなどにね、改装されてとってもにぎわっておりました。さて、台南から高雄に戻ってきて向かった場所はやっぱり夜市です。目当ての料理は麺料理で、連れてきてもらった友達にね、うなぎみたいな食べ物があるからということでね、この夜市へやってきたみたいです。あと腎臓、このね、
ね、豚の腎臓も食べることにしました。さあ、まずは豚の腎臓からいただきます。腎臓からいきます。食感は普段食べるレバーともちょっと違うし、初めて味わう感覚でした。あ、うまいわ。ビールと。さあ、続いてはうなぎみたいな食べ物、それはナマズだったんです。ほら、ナマズだよこれ。早速口にします。ですが、ですが、ちょっとわかんないですね、まだこの時点でね。なんでもう一回食べてみます。これも全然臭みもないし、うん、なんだろう、あんかけ焼きそばみたいな感じだね。ナマズを口にしたのは多分生まれて初めてだと思うんですけど、結構いけるんですね、ナマズって。そしてそば、そばの方はもうこれね、まずいっていう人いないでしょう。幸せです、満足です、ありがとうございます。さて、今度は違う夜市へやってきました。目的があるんです。そう、それはですね、このメニュー表を見るでしょ、ひーなんとか肉飯みたいなやつ、それはなんと七面鳥のお肉だったんです。七面鳥ってなんか高価なイメージありません？例えばクリスマスとかね。七面鳥のお肉、台湾ならこんな安価な値段で食べれるんですね。そしてご飯だけじゃなんなんでね、ゴロッとした椎茸が入ったね、スープもいただきました。ちょっと甘みがあって、とどめのスープ。そうなんです。ちょっと甘みのあるスープは七面鳥のご飯と相性がいいんです。このいい香りはホタテの香りなんだ。いやいや、香りもいいしね。ほんと満足でした。ごちそうさまでした。さあ、台湾名物といえばこれ。バイクの量も入ると思うんです。この光景を見ると、ああ台湾に来たんだなと実感ができるわけで、今回は友達の後ろにまたがって高雄の街をかっ飛ばします。すると暗い夜道を走って山奥の中へ連れてこられました。大丈夫なんでしょうか。なんかね、何やらこの階段を登るとすごいものが見れると、暗い山道を連れてこられたんで階段登ってみたいと思います。ちなみに私、この時点で何が見れるか分かっていません。なるほど、高尾の夜景が一望できる山。そうなんです、そこは港町高尾の美しい夜景が一望できる山だったんです。そこで見た景色は、高尾に流れるゆるりとした空気が映し出されたような穏やかな景色でした。季節は12月、クリスマスシーズン、多くの若者でにぎわっていました。こんなね、夜景が見えるスポットがあるなんて、ね、知りませんでした。まあ当たり前なんだけどね、港町ということをね、再認識しました。で、とってもね、いいところです、穏やかです。またね、高尾楽しみに行きたいと思います。高尾と台南の食文化に触れる旅、それは2019年を締めくくるにふさわしい思い出深い旅となりました。30分ぐらいですか、ちょっとね遅れているようです。